三重交通株式会社バス、A 商、三重骨 CEO、リミテッドは、三重県の全域と愛知県、和歌山県、奈良県、京都府の一部で、乗り合いバス事業と、貸切バス事業を運営する企業である、近鉄グループに属し、三重交通グループホールディングスの完全子会社である、1944年に、新都交通を母体に、三重県下の交通事業者が統合されて発足した、 かつては鉄道路線も有していたが1961年に新都線を全廃し1964年に鉄道部門を30電気鉄道として分社、同社は松阪線を廃止後1965年に近畿日本鉄道へ合併された戦後の一時期は名鉄グループ、近鉄グループの双方に属していたが近鉄が株式会増しにより参加に収めた 一般路線バスでは自社専用の IC カード、エメカが利用可能である。なお、同じ近鉄グループの奈良交通が導入した CICA や近鉄の鉄道路線に導入されたピタッパ、アイコカのような IC 乗車カードの導入については、三重交通グループホールディングス参加の名阪近鉄バスを含め公式な発表はされていなかったが、 2015年11月25日、自社専用 IC 乗車カード、エメカを2016年4月1日より導入することを発表した。ただし、名阪近鉄バスへの導入は未定である。また、同社の方針としては、マナコやトカとピタパの相互利用が可能になったら、検討するとしており、そのエメカ導入と同時に、IC 乗車カード全国相互利用サービスも開始している。 2013年度にはスルッと関西協議会に加盟した。一時期は空港リムジンバスに電子マネー、エディを導入したことがあり、バス運賃のエディ決済では日本初の事例となった。旅行部門については、子会社の参考旅行が参考パルックのブランド名で展開していたが、2012年に三重交通が九州支持者での運営となった。参考パルックのキャラクターは、 この穂の君が使われている。昭和20年代から昭和30年代にかけての戦後期に社会人野球チームを保有していた都市対抗野球大会にも7回出場した内は共同運行会社、鳥羽池袋大宮線2019年9月20日、第二ターミナル開業に伴い停留所を新設。空港内は第二ターミナル第一ターミナルの順で発着する柿、営業所の 各ページを参照、各営業所の各ページを参照の休日のマイカー利用抑制を目的とし、環境定期券という名で、定期乗車券所持者は、度休日と年末年始は、定期乗車券の区間外が、所定運賃の半額で乗車可能としている。また、名古屋市交通局から、バス上心営業所、靴の気分所港名営業所の運行を住宅している。 国内3メーカー保有しているがグループに、三重いすず自動車があることから、バスは、いすず自動車製が、最も多い。なお、かつては、日産ディーゼル車もわずかながら存在した。路線車、編集いすず車が、最も多く、車体は、川崎重工製と富士重工製が導入されている。続いて、日野自動車製、三菱不走製となり、日産ディーゼル製路線車は存在しない。 ク名ナ営業所と四日市営業所には、高出力仕様の長弱者が多数在籍しており、2011年前後には、伊賀営業所など、他の営業所にも導入されている。また、シートベルトの保安基準改正により、ローバックシート装備車には、シートベルトを取り付けられなくなったため、2012年後半以降、非短弱者としては、エルガの標準出力ノンステップ標準弱者を導入している。 車椅子リフトを中扉に搭載したキュービック LV のワンロマ使用車とキュービック LT が1台ずつ在籍しており2013年8月現在前車は主に訓練車として使用されており後者は島営業所管内の各線にて運用されている客席にシートベルトを装備していないか座席レイアウトが都市型となっている車両には最高速度を 時速 90km に制限するリミッターが装着されており、速度計の最大値も同様に時速 90km となっている。特急車、中距離高速車、編集、貸切シャーシの A 特急車とトップドア路線バスシャーシの B 特急車がある。A 特急車は名古屋からクアナ四日市方面への近距離高速路線や中部国際空港アクセス路線。 名古屋上の高速バスなどの中距離高速路線で使われている。イ須津社と日野社が多く、イ須津社はガーラへのモデルチェンジまでほとんど富士で導入されている。近年は三菱不送車もわずかながら導入されている。B 特急車は主に観光路線や契約輸送で使われている。ほとんどがイ須津社でわずかに日野社が存在する。名古屋市内の路線バスはかつてほとんど B 特急車で、 運転されていた。長距離高速車、編集三菱不装車と伊須津車が在籍している。なお、かつては共同運行相手に合わせた関係から、わずかに日産ディーゼル車が存在していた。現在は、日野車は存在しない。観光車、編集伊須津車が大半を占めているが、日野車、三菱不装車も在籍している。また、椅子図車は、特急車と異なり純正の椅子図バス製造性が多い。 なお、かつては、日産ディーゼル車も存在した。過去には長距離高速車と兼用のトイレ付け車両も存在した。車椅子上高リフト付きのマーラドも存在する。車両管理のため4桁の車番を設けている。原則、廃車まで改版されない。車番とは別に所属営業所も、車体前扉、運転席下付近に表示している。1988年にシンボルマークとして、 三個マークが導入されそれまでの車掌に変えて、車体前面、側面に表示されたが、2007年頃より、車掌の表記が復活している。三個マークは停留所の標識などにも用いられている。1985年に採用された貸切車の旧塗装は、そのデザインが現在30交通ホールディングス傘下の名範、近鉄バスの貸切車と色違いである。このデザインは、 三重交通オリジナルだと思われがちだが、実際には、同年に登場した、名阪近鉄高速バスの豪華サロンカー、スーパーグレース46が採用したデザインが元になっており、同年末に三重交通が貸切車の新塗装化を発表した際、この塗り分けの色違いを採用したものである、名阪近鉄バスの貸切車は、その当時のデザインを現在も採用している。 1984年、1985年式の貸切車のうち特車タイプについてはデビュー当初は現在の A 特急車に用いられている塗装であった。これは同年式の3 9急車両についても同様であったが、いずれも高年級貸切車塗装に改められた。福岡線を運行していた当時、西日本鉄道から夜行用に リースされた車両については、西鉄塗装のまま社名表示を、三重交通にナンバーを三重ナンバーに変更の上、使用していた。郵便輸送も受託しているため、バスの他に、郵便用の軽ワゴン車も在籍している。2013年には、式年遷宮に合わせ、かつての三重交通路面電車を再現した、新都バスが登場、伊勢営業所に配属された。2014年には、 電気バスが登場、同じく伊勢営業所に配属された。登場当初はピカチュウのラッピングを施していたが、2017年には電気タイプのポケモンのラッピングに改められている。ごく少数ではあるが、他社からの遺跡者も存在する。また逆に、こちらも少数ながら、戸和田観光電鉄をはじめとする他社へ遺跡したものも、ある、は、一部路線の担当、共同運行を表す。 乗客の利便性向上やカードリサイクルによる環境負荷の軽減を目的として2016年4月より事前チャージ制の IC 乗車カードエメカを導入した導入路線は三重交通、三高伊勢島交通、三重急行自動車、八風バスの一般路線全線であり関東、関西方面行き高速バス、三重交通が受託する各市町村のコミュニティバスでは利用できない エメカ自体は、同社独自のものであるが、導入と同時に、全国の交通系 IC カードも利用可能となった。ただし、全国交通系 IC カードは、三重交通バスの運賃箱、エメカ、チャージ機等でのチャージは受け付けていないため、事前に、鉄道駅やコンビニ等でチャージしておく必要がある。エメカの導入に伴って、参考バスカードは、発売を終了した。通勤。 通学定期券への対応は当初は2017年春を予定していたが延期された後に2018年8月21日から対応を開始した。これに伴い IC 定期券発売窓口での紙定期券の発売を終了している。エメカ定期の特徴として連続しないに区間を定期情報として載せられることが挙げられる。なお、三重交通と 他社路線との連絡定期は存在せず、三重交通の定期券をマナコ等他の IC カードに乗せることもできない。また、三重交通の定期券で八風バス並行区間に相互に乗ることはできない。2016年4月1日に前述の自社 IC カード、エメカ導入に伴って販売が終了されたが、当面は引き続き利用可能。参考バスカードは、三重交通の一般路線バスと、 都市間高速バスで使用できる、時期式、ストアードフェアカードである、バス営業所や、車内のほか、一部の出札窓口や、北税地区にあるサークル系などでも購入できた、名古屋長島温泉高速線は、三重交通担当便のみ利用可能。2015年まで、毎年春限定で、利用可能額を増やした、エコバスカードも発売されていた、エコポイント交換商品。 これらの路線は近鉄合併前に廃止された路線や現在もナローゲージのまま存続する路線 1435mm に改めきされて近鉄特急が走った路線まで後の運命は様々である。この5路線は車両規格が統一されていたことから各線で車両の転属が行われることもあった。三重交通グループについては三重交通グループホールディングスグループ会社を 参照2019年2月8日、名古屋市交通局から、市エバスの運行業務を自宅している、上信営業所において、大型車の運転免許を所持していない社員が、同営業所の整備等内に停車中のバスの運転席に座って、運転機器類に触れたり、車両を前方に移動させ、その行為を動画に撮影し投稿しており、車内規定や、 業務指示に反する行為であるとの謝罪文を出した。とことみインタビュー30交通グループ HD、新社長、岡本直之さん -asahi.com マイタウン30、2010年8月17日、三重交通と、発風バス、日本で初めてバスに、電子マネー、エディを導入。ビットアレット2006年10月4日、三重交通と、発風バス、日本で初めてバスに、 電子マネー、エディを導入。三重交通2006年10月4日バスの料金を、エディで支払い。セントレアへの空港線で、IT メディアニュース2006年10月5日15時15分、宇治山田市代表として2回、伊勢市代表として5回、西川スキーバス転落事故参考、旅行株式会社の九州合併に関する、お知らせ2012年1月31日30交通。 参考南紀交通株式会社の九州合併に関するお知らせ2013年12月24日、三重交通市バス公名営業所の解消及びお忘れ物の取り扱い業務等の開始について名古屋市交通局2019年1月31日発表高速南紀大宮線新宿駅乗り場変更、ダイヤ改正、停留署名変更のお知らせクアナ、 赤尾台から名古屋へ高速バス運行開始。三重交通八風バス2006年12月8日、名鉄バスセンター発着でますます便利に。名古屋南洋高速線三重交通2017年4月25日、名古屋伊勢島高速線、三重美し国エクスプレスの運行終了について。三重交通。2015年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月10日閲覧。 四日市奈良高速線の運行申請について見え、交通プレスリリース2014年6月26日、高速バス新路線、四日市、長島奈良高速線の運行開始について見え、交通プレスリリース2014年9月3日、四日市、長島奈良高速線の路線廃止について、見え交通、 h t t p w w w s a n c o c o j p h i g h w a 零2 0 1 5 0 8 p o s t 3 2 p h p h a t ダイヤ改正情報路線バス。2016年4月21日閲覧。名古屋熊野古道高速線。熊野古道、シャトルバス。三重交通。 2015年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月10日閲覧。高速乗り合いバス。関、長島線の廃止のお知らせ。お知らせ。寄付乗り合い自動車。2019年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月6日閲覧。同社は後にバスのボディビルダー事業から撤退し、2017年4月1日を、もってスバルへと、 社名変更し、現在に至る標準出力長尺車の導入は1984年まで導入されている。ただし、伊勢営業所に配属されている電気バスは例外的に1000の番号が付けられている。イスズエー特急車はスーパークルーザーからガーラへのモデルチェンジの際、形式が変更されなかったことから、車番は通番となっているカタカナの身をモチーフにしたもの。 亀倉優作がデザインし、1958年1月に制定された、平成26年3月31日、大型電気バス運行開始。三重交通2014年2月25日、2017年5月15日、閲覧、電気バスデザインのリニューアルについて三重交通 HP2017 年2月20日、2017年5月10日。 閲覧十和田観光電鉄への遺跡は、鉄道路線の廃止による、代替バス運行開始に伴うもの、三重交通バス IC カード、エメカ乗車券取扱約款。三重交通。2017年11月7日閲覧、湯の山線改め期、鉄道ピクトリアル第157号、電気車研究会、1964年5月、86ページ、当社社員による、 不適切な行為について、三重交通株式会社、2019年2月13日閲覧、ありがとうございます。